変動する大地、地球科学の基礎を担当する福岡学習センターの長内です。私は地質学、岩石学を専門にして南極大陸を含む地球上の大陸の成り立ちについて研究を行っています。地球は約46億年前に誕生し、様々な大規模変動を繰り返しながら現在の姿となりました。本講義では太陽系に存在する惑星の中で地球だけが持つ特徴について理解し、 地球の内部構造や地球構成物質、46億年に及ぶ地球の歴史、生命の進化や大量絶滅などについて学びつつ、火山噴火や地震活動、及び関連する自然災害についても学習し、日常生活を送る上で身につけておきたい地球科学的素養を高めてほしいと思っています。この授業では最新の知識をわかりやすく紹介するとともに、一部では最先端の地球科学研究についても、 くれたいいと思いますこの授業を機的に日常的に起こる様々な地球科学的現象に対し興味を持って接することができるようになってほしいと思います。多くの皆さんの受講を期待しています。